マミさん、それフィルムルックではないです。デジタルカメラをシネマルックにやってみたな感じだけで、ヨちゃんなら一目でフィルムルックじゃないと分かると思いますが。そうですか。お、なんだ今の。俺一眼で撮ってるっていうのすぐ分かりますもんね。フィルムルックって言ってもいろんなフィルムルックがあるから、僕はどっちかっつうとほら、ちょっとノスタルジー系じゃないですか、色のあれがね。だけど何でもかんでも闇雲にそのノスタルジーというか色あせた的なものがいいというわけじゃないから、そこもやっぱり考えなくちゃいけないってなると、やっぱ自分でラット作んなくちゃ、いけないのかなって思ってるんですね。結局ほら、どこのラット使ってますかっていう質問よくあるんだけど、最終的にはやっぱりね、自分でラットをこういう時はこれ、こういう時はこれ ABCDEFG ってさ作っておいて、自分の抱いたイメージ通りに、するっていうのが最終かなって、人が作ったそのプリセットというか、もう作られたものを取捨選択するっていうのも結構まあ時間もかかりますし、自分で作れるんだったらそれに越したことないですよね。私の場合アフターエフェクトの無料テンプレ使ってます。トラエダ動画さんが無料配布してますよ。なるほど。野中さんもね、すごく丁寧なお仕事されますよね。たまにこの方の作られたコンテンツというか、それをこう拝見するんですけど、すごいやっぱね、女性ならではの丁寧さがあって、素晴らしいと思います。ケンさん、そうですわ、僕はプログラマーです。いつまで仕事もらえるかわからないので、少しだけでもリスクヘッジできればと。ああ、やっぱそうですかね。え、今流行りの海外に不動産投資でもしますか先立つものがないけど、ラット作るソフト持ってます。あれね、使いこなしにすっごい時間かかりますよ。奥深いでしょうね、あれは。あれ使いこなそう、もっと。まあそういうのもできるし、細かくいくんだったら、3D ラットクリエイターを使えば、もう本当みっちり1週間とか勉強してね、もう自分の絵をもう全部そこで操るんだっていうでやればいいし、でもっとお気楽に行くんだったら、ログ素材かなんかにあれですわ、フォトショップで、調整レイヤー積んでいって、色味をコントロールして、で最後ラットに書き出せばいいんですよ。キューブドットキューブファイルに できるから、ビフォーアフターのその差分をさ全部ピックアップしてキューブファイルにしてくれるから、調整レイヤーでね。画質の劣化でにはちょっと気をつけた方がいいと思うんですけど、下手なエフェクトをなんかかけたラットを作ると、なんかあるシーンではよくても、なんか空とか逆光とか一部のシーンで通常の市販のラットに比べてもう会長がズタボロになってることがあるからね。だからアドビのフォトショップとかああいうものでラットを作るのはちょっと注意も必要なんだけどね。その点あのラット 3D ラットクリエイターはすごいよね。ファイルサイズは重くなるけど、重くなる分やっぱり、専用ラットクリエイトソフトなんで、
うん、ちゃんと使いこなせばね、うん、ちゃんと使いこなせばいろんなことができるはず、うん、そう。だから自分の、うん、今後映像なりフォトクリエイターとして、まあ、フォトは僕はもう天体だけだけど、クリエイターとしていろんなツールが世の中に落ちてます。で今後も多分出てくると思うんですよ。だけどその根本となる部分、その絵の作りとかデジタルのその成り立ちとかね、うん、でフィルムっていうリファレンスがあってとか、うん、で HDR っていう新たな風潮があってとか、うん、そういうものの成り立ち、だからほら美食家がさ、ちょっとなんか舐めただけで全部こう構成がわかるみたいな、うん、そっちをね磨きたいなって思うんですよ。今後そういうものに関わっていくんだったら、うん、絵なり映像を見た時に、うん、だいたいレシピが言えるみたいな、うん、そっちの感性さえあれば、うん、逆になんかツールに頼らなくていいし、ツールを自分自ら創出できるし、うん、根本となる部分だねそこが。うん、まあ料理人があって、さっき話したそのちょっと舐めただけで分かるみたいな、うん、もう根っこの部分ですね、うん、そこのスキルアップをまあ自己啓発で磨いていきたい、うん、このツールがいいですよとか、ここにこんなん落ちてますよっていうのはまあ誰かが作ったもんじゃないですか。でその誰かっていうのはやっぱりまあ生み出してるわけですよね。何かのリファレンスとか何かを元に自分の内からそういう色を作るなり定義を定めてこれっていうものを作ってるわけじゃないですか。でうちらはそれを買うなり情報を収集して享受してるだけじゃないですか、言ってみたら。でそれをアプライしたら、そのラットをアプライしたら、まあ、そういうふうになってくれるわけですよ、うん、でそれがいざなくなった時にどうなるかって、うん、でうん、そこですね。だからよく私はそういう話をするんですよ、うん、絵の作り、デジタルって何だろうっていうところから始まってね、うん、デジタルに関わるもので今飯を食ってる、あ違うか、まあ、ジンバルだからデジタルとは関係ないか、うん、まあ、僕は今何で飯食ってるかって言ったら、まあ、撮影器具、健康器具を売ることで、まあはい、まあ、家族を養ってるわけだけど、うん、まあ、二次的要素としてやっぱりね、うん、そこを編集するなり、まあ、要は、うん、ジンバルという撮影器具で捉えた、デジタルの目で捉えた映像というその01信号を最後人間が感動するとか心を動かすとか、いい思い出になったねとかさ、うん、そういう人の心を動かす感動させる可能性をやっぱり映像っていうのは秘めていて、うん、でその撮影器具で撮って、で最後出力に至る時にやっぱり01のその編集というものが加わる。でそれは決してあの定型フローじゃなくて、人間のやっぱり目とか感性、うん、好みとかいろんなものがやっぱ介在しますよね、うん、そう。なので一辺倒に常にシネマ、うん、ノスタルジーとかレトロとか、うん、ばっかじゃなくて、やっぱり絵の作り成り立ちを知ってる人っていうのはその、まあ、適宜、うん、そこに応じて、うん、それを自在にコントロールできるという、うん、そういうクリエイターになりたいですね僕は、うん、このアイテムを知ってる、こういうトランジションを知ってるとか、うん、そうセンサー張り巡らせるという、まあ、いろんなあのお役立ちアイテムの収集というのも必要なんですけどね、うん、なんですけど今後やっぱ長年生きていく上では、うん、もしやっぱり料理家だったら、僕が料理人だったら、もうそこを磨くことがやっぱり一番だと思ってるんですよ、うん、歌だったら発声とか喉とか呼吸法とかね、根本のところ、うん、根本のところ、うん。